はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィジです。今回は信長の野望創造戦国立志伝の小早川秀秋でのプレイ続きをやっていきたいと思います。でですね、家康徳川家に対して、優勢に戦いを進めていたんですが、西軍が内部分裂ということで、名手に近い存在というかね、事実上の名手であった豊臣家がなんと徳川家と通ずるということで、今は豊臣を打ちながら、家康とも対峙するということで、少し戦況が悪化していて押されているという状況になっています。なので、今回はですね、この状況を打開するためになんとかですね、豊臣家を滅ぼしつつ、小早川の主力部隊をこの東海道に集めていきたいというふうに思っています。で、既にですね、部隊は出陣させていますので、東海道に部隊が集結次第反攻作戦を開始するというふうに思っています。で、その中で、残念ながらこの深志城は一旦放棄せざるを得ないかなという状況になりますので、深志城は一旦放棄します。で、豊臣の状況なんですが、今姫路城を攻略中、福島正則の部隊を出しています。で、あとは浅野行長、これを福知山城に派遣していて、宮津城に関して言うと、丹羽隊ですね、丹羽隊が出陣しているという状況になっています。 できれば豊臣、有力な武将かなり多いので、武将を補充するという意味でも豊臣家はね、なんとか自分でとどめを刺したいなというふうに思っていますので、そのあたりはね、しっかり蹴りをつけていきたいなというふうに思います。では早速続きをプレイしていきましょう。まずは、米はそれなりにあるんで、米というよりかは鉄ですかね、今欲しいのは。ただ鉄ももうこれ以上っていう感じかな。そうなると岡崎城ももうしっかりできてますね。投資に関しては投資はほぼほぼ終わりか。じゃあいよいよ持って、どうでもいいといえばどうでもいい内容にはなりますが、この辺のチャカチャカこなしていきましょう。で、交渉で言うと石田に関しては覇気はないな。南部津軽か、津軽とも同行するようなところではないですからね。今だと連合は脱退しかないですね。で、あとは外交工作、勇気にやる意味はないよね。堀も無意味で、伊達が多分潰されるんですよね。もう少し早く助けに行ってあげなきゃいけなかったかなというところにはなるんですが、では進めていきます。そうか、分かったぞ。和解をすればいいんじゃないか。一旦公家の力を使って和解をしましょう。というのも今は、反豊臣連合を組んでいて、家康とは何ら悪い関係にはないので、ここはしっかり守りに入りましょう。ただそうすると次の標的が単純にあれになるだけかなっていう気もしますけどね。一旦兵を引いてくれたか。で、続いて深志城に攻めてくるのが、こちらの有機体か。有機体もね、しっかり撃退できればいいかなとは思うんで、ここは、どうしようかな。さっさと蹴りをつけて、次に進みたいですよね。よし、また姫が手に入ったんで、姫はしっかりね、外交に使っていきましょう。で、先ほど朝廷外交がゼロになっているので、朝廷外交をまた再開しておきましょう。あとは交渉ですね。吉川家
立花、まあ、この辺りともどうこうする間からでもないからな。織田ともね、ここで改めて姫を嫁がせる価値もないし、毛利とはもう姫を嫁がせているので、まあ、大谷義次ぐらいかなという気がしますが、まあ、ちょっと姫のアクションというかアイテムというか駒は残しておきましょうか。では先に進めていきます。だいぶ鉄と森も開発というか投資した甲斐があってすんごく溜まってますね。こうなるとでもあれかな、次のターンあたりでいよいよその城をねガシガシ回収していきましょうか。あとは戸田勝成隊が宮津城攻めを行っている感じですね。そうなると増援を出してあげますか。できれば最後はね、この表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。先月小早川家がしっかりと豊臣の息の根を止めて、武将をね抱え込みたいなというところはあったんですけどね。では回収もできないか。回収できるような城はないと。あ、労力不足か。まあしょうがないですね。これはオーケー。宮津城が先。ということはここの増援を姫路城へ転戦させましょう。これが一番いいですよね。で治療も与えて おいちゃえばいいかな。ここは秀明の直轄領になってるんで、まあ、直轄領にこんなところしておいても面倒なだけで意味はあまりないので、このあたりはすべて任せちゃいましょう。よし、戦利品として金銭8万4000、兵糧13万、木材1万、鉄6万を入手。これはでかいですね。いやー本当にでかかったですね。じゃあ各武将は一度撤退させましょう。撤退というかね、帰陣させましょう。でだ、今度は深市城が敵に囲まれている。ただ3000の兵だけか。これだったら十分に撃退できますよね。すでに浅野長政隊4200が増援で出てると。これが持ちこたえられるかどうかだな。兵数は少ないですけど、まあなんとかなるでしょう。ということで引き続き兵を集中させるという運用をやっていきます。で全員もうことごとく登用していきましょう。でさすがに秀頼公はね邪魔くさいんでやめましょうか。ライレンも手元に残しておきたいね。じゃあこれで飛躍的にリソースが増強されたので、ちょっといろいろやっていきたいなと思うんですけど、まずはそうですね、忘れないうちに外交で連合を組んでおきましょう。結成ですね。標的はもちろん家康としたいけど家康ができないかとなれば、家康ができないとあったとしてもだ、名手に、できれば石田を選択したかったんですが、石田は選択できないということなので石田以外でやっていきましょうね。
これでいいかな。さあこれで再び大連合が結成できたはずなので、これでいきましょう。であとは回収系ですね、しっかり入れてきます。石垣にまだなってなかったんだな。じゃあここは石垣にして、出丸も馬出しを作り、矢倉も鉄砲銃管に変えましょうというところですかね。ここもマスガタンモンに変えておきましょうか。もう金も何もかも潤沢にありますからね。であとは授業で与えていっちゃいましょうというか、もう与えてある積み、与えてある積みだね。であれば、あとは部隊をこの掛川、あとは駿府に集めて、家康との停戦が解け次第、家康に対して再び宣戦布告という感じになりますかね。あ、姫路城がやっぱりあれだよね、事業として入ってないですよね。なので直轄領にしてしまいます。あ、直轄領だと面倒なのでやめましょう。あとは寄り木系出す側になっちゃいましたけど、武将の数が、まあ3人以上ぐらいいるようにしてあげましょうか。秀兼のところにも駿府に木村重成、木村重成は取っとく、佐久間山崎、まあ3人4人、いればいいでしょうということで2人増やしましょう。で、木下も斎藤もよくて、毛利も6いるでしょう。ここに1人じゃあ派遣してあげましょう。で奥平、いや松の隊が13、まあそれなりに揃ってるといえば揃ってるか、もうみんなね。であれば平岡さんのところにちょっと人を増やしますか。平岡さんっていうのは僕の最初の会社の同期というか先輩というか、まあ同期なんですけど先輩みたいなね人なんですけどね。まあ単純に引率だったんで年が上だったっていう、その平岡さん。でちょっと配属なんですが、与力なんですが、もうちょっと確認しておきましょうか。ここにも少し人を出しておきましょう。まあ駿府にこんなに人を入れててもしょうがないというのもあるんで、やっぱりここだよね。ここって結構増強しといてあげたいんで、入れていきましょう。あとライレンとかは最前線に投入してあげたいんで、まあ入れといてあげましょう、その配属元にね。いやこれですごく楽になりましたよね。でも人的リソース的にも、そのいわゆるお金、あとは兵糧、あらゆる面でかなり楽になりました。では先に進めていきます。不可市場がでもだいぶきついことになってるよな。不可市場を守りきれるのかっていう疑問がやっぱありますね。で部隊がどこまで戻ってきてるかというと、おお、それなりのところまで来てはくれていますね。
さあ、あとは軍勢が集まるのを待ちたいけど、どうだ？不可市場には軍勢を入れておいた方がいいのかな。あとはこのね、甲府城とかこの辺りもちょっと危ないといえばやっぱ危ないですよね。そうだな、もうちょっとより気をつけてあげましょうか。ここって駿府ってそんなに人いらないからな。そしたら初、あとは春房、和豊、小西行長は手元に残しておきたい、優秀なんでね。あと柳生も残しておきたいし、稲葉も残しておきたいから、こんなもんかな。この辺りでちょっとうまくやってもらうしかないかな。さあ、猿に捕獲している人たちをガシガシ登用していきましょう。これでも当分本当に、必要なくなったかなって感じはしますよね。リソースの心配をする必要が。ではちょっとこの辺りで一旦様子を見ていきますか。各国の勢力。まず島津家ですが、拠点14、武将511、兵数が約10万です。で、毛利は大国ですね。拠点24、武将52、兵数15万。で、四国の長宗我部が拠点8、武将が22、兵数が5万。で、宇喜多も地味に伸長していて、拠点が11、武将24、兵数が7万5千です。で、ちょっとね、押され気味の石田家。拠点22、武将69、兵数が20万というところになっています。で、丹羽家が拠点5、武将13、兵数2万。前田家、拠点6、武将18、兵数が3万8000ですね。で、ちょっときつい状態にあるのがこの伊達家なんですが、この伊達家が、拠点が5、武将39、兵数が2万8000ですね。で、結城がめちゃくちゃでかくなっていて、兵数が12万に膨れ上がってるんですよね。これちょっと早めに叩いておきたいだというところです。で、徳川家なんですが、兵数が25万、武将214。で、我が小早川家は、拠点25、武将106、兵数が13万5000というところですね。なので、最前線にあたっては、石田と小早川、前田、まあ、この辺りがね、なんとか束になってかかれば、しっかり対応できるかなというふうには思っています。なので、まあ、春日山城を前田家に攻めてもらいつつ、まあ、石田に関しては、それを側面から攻撃するような形で信濃。で、小早川というと、まあ、なんとかね、居城小田原を攻め落としたいなと思うんですが、小田原を攻め落とすというのはかなり厳しいかなという印象があるので、まあ、なんとかね、小田原攻めるための、まあ、周辺国の平定、これを進めていきましょう。まあ、目下の目標はですね、信濃を、まあ、しっかりと石田に取ってもらいつつ、関東を伺うという動きになるかなというふうに思っています。では、続きを始めていきます。回収どころで言うと、あとは岡崎、ここだよね。三の丸が作れて、規模も7段階にできてっていうところかな。ここも三の丸まで作っちゃいましょう。いやー、お金があるとすごく楽ですね。忍城に入るのか。いや、それなりに軍勢を集めてきてますね。そしたらこちらも負けじと軍勢を、不可視に集めていきましょうか。
最前線に部隊を集結させていきましょう、まあ、臨戦態勢、いつでも戦闘でできる、まあ、そんな態勢ですね。で、小早川秀明隊も最前線入っていきましょう。で、あとは九州本国から来る部隊の集結を待ちます。深州城に来るね、やっぱり来るね。そしたらここは早速なんですが援軍の要請をしていきます。おうおう、深州城決戦になるな、これは深州城決戦になりますね。小早川隊も深州城へ向かいましょう。細川忠興とかに関してはもうちょっと大部隊を引き入せてあげたいな。能力的にはね、全然もう一回り大きい軍勢を引き入せてあげてもいいかなっていうね、それくらいの軍勢の数になってますからね。で、一応全軍を集めるというわけにはいかないんですが、できるだけ深州城最前線に戦っていきたいので兵を集めていきましょう。こう考えると本当にね、豊臣領を駆逐した甲斐がありましたね。姫路にはまだ人が入ってないか。そしたらもうちょっと寄り気つけてあげた方がいいのかな。深州城に本当に敵の部隊が集結してくるな。姫路もそうだよね、しっかり与力を入れていってあげないとダメか。木村重成ももう入れちゃいましょう。よし、これでよくて、あとは部隊の集結待ちですね。本当に本当に集結待ち。まあもう本当にこの深州城が大激戦になるのは間違いないので、小早川隊は井伊直政隊にぶつかりましょうか。そしたら遠回りになりますが確実に敵を包囲殲滅していきましょう。同盟はもちろん継続していきましょう。ここで問題になるのが、これ大回戦ができる状態になってるんですけど、敵と味方とどっちが戦力が多いかなんですよね。これは正直言ってこのまま戦った方がおそらく有利になると思うんですよ。大回戦にすると井伊直政隊1万1000を相手にするのはかなり厳しいかなというところありますよね。味方の増援がもうちょっと完全に到着しきれば嬉しいなというところではあるんですけど、そこはちょっと難しいかな。慎重に戦力分析をしましょう。安政が8500、これもかなりきつい8500だな。で、忠義、これが2300、道灌2300、義重が3600、
いやー、直政の1万1000がかなりきついですね。となると、このまま戦った方が確実そうなので、このまま戦いましょう。まあ、下手に動かない方がいいかなという印象ですね。お、ここに来て木材不足か。あんなに木材があったのに。まあ、ここは急ぐ必要はないので、あえてお金を消耗するようなことはやめましょう。さて、では、あえて大海戦に踏み切らずにこのまま戦います。捕獲された？よし、このまま敵を殲滅したい。完全に殲滅しきりたいので。包囲戦に移っていきましょう。外交の朝廷外交状況はどうなってる？まだかかるか。連合に勧誘していきましょう。誰を勧誘するできるんだ今だと。生駒が勧誘可能か。ここ漏らしてましたね。で、調略密談可能な人がいるかというのをちょっと見ていくと、社、まあ、この辺りまでかな。まあ、ただ、いるかというといらないね。ここは力押しですね。よし、ことごとく打ち破ったと言っていいな。いいな、重さ、安政。やっぱりこの辺りが最後まで残ったか。さすがだな。ただここは安政も含めて全員打ち取るぐらいの気持ちでいきましょう。気持ち？いや、全員打ち取りましょう。ただ敵も不可思議に向けてガシガシ援軍出してきますね。さすが家康だな。兵力に底がない。まあ余剰兵力としてここに1万5000残ってるので、この1万5000を投入する前に5000投入しましょう。この5000を使って海津城あたりに陽動をかけますか。で、援軍要請を出していきます。春日山城に前田に攻めてもらいましょう。できればね、しっかりね、前田あたりが働いてくれると戦況が一気に好転するかなというところなんですけどね。
そしたら石田軍の増援に向かってあげましょう。里見が滅ぼされたか。で、結城に取られただと、海津が。やってくれるな。で、社大は混乱。家康が来てる。家康はどこに向かう？不可思議か。いや、恐ろしいな。家康自ら出陣してきた。が、これは逆に好機とも言えますよね。家康を討ち取る好機。小早川隊は一旦帰りましょうというところで、不可思議の戦いは一旦は勝機が見出せたかな。そうすると戦況を見ておくと、だいぶ徳川を減らしたよね。で、石田は、現状維持か。家康をもうちょっとへばらせたいなというところはありますね。結城だよな。最近やたらとでかくなってきてる結城。家康も出張ってきてるわけでしょ。いやー、この結城邪魔くさくてしょうがないね。いや、家康8000相手にする力はないよな、今の自分には。ちょっと一刻も早く兵の回復をしないと、次また同じように不可思議城に攻め込まれると厳しいですよね。家康は前線が結構硬い感じがしますね。ここも同感が出てるもんね。春日山を落とせれば、ただ一気に前田の方も勢力拡大の足がかりにできそうな感じはしますけどね。家康が向かってるのか。家康を討ち取る好機ではありますけどね、実際問題は。おっと、これを見るとどうなってるかというと、そうか、ここも分裂含みか。これ見ると、織田を食おうとしてるわけだな、石田が。まあ、ただ織田を食うというのはある意味ありはありですよね。織田って今家康に対して何もできていない状況の中、まあ、できれば石田がでかくなってくれた方がいいという意味では、まあ、ここは静観しましょう、あえて。静観ですね。静観して、石田が
小田を食うなら食ってもらいましょう。でどちらかというとこっちは前田の側面支援をしていってあげた方がいいかな。ちょっと前田がここで春日山をやっぱ落とすのは難しい感じですよね。そしたら天守を三層天守に一旦格上げして、キヨスも天守を連立天守にしておきましょう。で問題は義経が撤退していくので、まあ、こっから徳川軍の動きがどう出てくるかですよね。最前線の不可市場が、まあ、この手たらくなので、不可市場にすぐに増援を出せるような体制作りをしておかないといけないかな。で、朝廷外交の状況をちょっと見ておきましょう。ここは8か。まあでもやっておきましょうね。この金山が欲しかったな。金のなる木。そうですね、こんなところかな。ちょっと家康軍、徳川軍の動向を見てからちょっと次の動きを考えましょうか。まあ、まさに一進一退って感じですけどね。戦力をできるだけ早く戻したいけど、まだまだ時間がかかりそうな感じですね。できればね、戦力をもう一度満帆にしておきたいんですが、この辺りはそもそもまだ兵が戻りきってない感じかな。なのでまああと残り織田家が4つの城を残すのみになっているので、まあ、この4つの城がね、どれくらいのタイミングで落ちていくかというところになりそうですね。で、落ちた後は、まあ、石田軍が一回り大きくなるかなというところですね。不可市場に18,400。いやーなかなかまあ許してはくれない感じですかね。では一旦ここで、終わりにしてですね、次回この続き、まあ不可市場の防衛戦再びというところからになるかなと思うんですが、プレイの方をやっていきたいと思います。というわけで今回はここまでにします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。